はい、こんにちは。バーかぐやビアソムリエバーテンダーイタルでございます。本日も営業してるんですけど、今日はですね、日曜日ということで昼飲みのお客様がたくさん来られて、今ちょっと長休みでね、ちょっとこの動画を撮ってるんですけど、先日から山崎蒸留所のですね、動画を2本続けてですね、お送りさせていただきましてね、非常にですね、再生回数が伸びております。最初は山崎と白州のテイスティング、そして2週目が響のテイスティングというような動画をお送りしたんですけども、今日はですね、その番外編ということで、山崎蒸留所に併設しているショップですね、ウイスキーにまつわる様々なグッズ、またおつまみ、そしてウイスキーなどがいろいろ販売されてるんですが、それに関しての動画というかですね、ちょっとマル秘な情報もありますのでですね、そちらの方をお送りしたいと思います。まずは山崎蒸留所のショップがどんな感じかということで、ご覧ください。こちらです。というわけで、山崎蒸留所の中のショップのですね、動画をささっとお見せしたんですけども、今回山崎蒸留所に行って、ちょっと私もね、いろいろとグッズを買いました。ちょっとだけ紹介させていただきますと、こちらサントリーウイスキーローヤルを使用したチョコレート、いわゆるボンボンチョコレートということで、中はこんな感じで、はい、いただきましたけどね、非常に美味しいです。ウイスキーとチョコレートはめちゃくちゃ合うので、アルコール度数 4% ということで、しっかりとローヤルが入ってます。あとですね、食べるもんに関しましては、こちら、これもおつまみなんですけども、ベーコン味のパスタスナック、ウイスキーに合うパスタスナックということで、それから山崎蒸留所のいろんなですね、こんな感じでポットスチルが印刷してあったり、醸造のこの風景が全部イラストになってる、すごい可愛らしいチョコレート、これもウイスキーに合うチョコレートということで、これがセットになってます。それからこちらも、これおつまみなんですけども、ウイスキーの樽材のチップを使用して燻製にしたミックスナッツなんですけど、これもですね、食べてみたんですけどね、ウイスキーに非常によく合うナッツです。はい、こんなんも買いました。これ樽材を使用したお箸、もう一個樽材を使用したもので、こちら、はい、これ樽材ですね。これ樽材で、これ実はトレーなんですけど、今うちのバーで使用してます。非常に薄くて軽くてですね、使いよくて、コンパクトなんで、カウンターからこちらの席に運ぶときに非常に重宝しています。これトレーですね。こちら、これ樽のミニチュアなんですけど、これここにこうクリップついてまして、こういう風にピッとこう挟むもんですね。シーバスティーガルのピガルのポップなんですけど、垂らしていただいてます。実はね、山崎蒸留所のショップっていうのは朝一番がですね、予約で埋まってですね、入れないんですね。実はその理由がですね、こちら、サントリー山崎蒸留所限定ウイスキーということで、ちょっともう飲んでしまってるんですけど、こんな感じのね、非常に可愛らしいボトル、これがですね、山崎のノンエイジとはちょっと違うねんな。もしもし、はい、山崎のノンエイジとは違うんだな。独自のブレンド。ノンエイジはノンエイジなんですけど、いわゆる山崎のノンエイジとは違うブレンドしてるの、これ。おそらく違うブレンド。おそらく違うブレンド。でも山崎の味やな。これ1440円でございます。普通の山崎がこんな感じで、容量はね、少ないんですけど、一応蒸留所限定ということで、こういうことになってます。というわけでね、ちょっとこんだけ飲んでしまったんですけどね、改めてちょっと試飲をしたいと思うんですけども、試飲の前に先ほどご紹介したパスタスナック、ウイスキーに合うというベーコン味。これまだちょっと未開封なので、ちょっとこれまず開けてみたいと思います。というわけで、これがこんな感じで、パスタスナックなの、こんな感じで。はい。
ねじりパスタ、ねじりパスタ、これ食べてみたいと思います。いただきます。結構しっかりした歯ごたえで、ベーコン、ベーコンの香りが若干スモークしてる感じでね。なるほど。どっちか言うとな、ハイボールに合うお味かなっていうふうに思います。というわけでこちらの方をですね、ちょっと早速比べたいというふうに思います。ちなみにこのテイスティンググラスなんですけども、こちらも山崎の文字が書いておりまして、前日のあの試飲の動画でお送りしたんですが、その時に使ってたこのグラス、これも販売されてます。これもですね、購入しました。これです。では早速飲んでみたいというふうに思います。こちらが山崎蒸留所限定のノンエイジナンバー419685番です。そしてまあそれとまあ多分似てるだろうと思われる山崎のノンエイジ、こちらも行ってみたいと思います。まず香りから、通常のノンエイジ限定、あんまし変わらないよな。山崎ノンエイジの方がフルーティーかな。うちのウイスキーアドバイザーに言うと、山崎ノンエイジのがフルーティーかな。じゃあ、こっちの限定は、普通の山崎のノンエイジはワインダルを使ってるので、こっちは普通のノンエイジはワインダル、こっちは何のタル使ってる。こっちは多分ワインダルは使ってないと、ワインダルは使ってないと思われるという、ワインダルを使ってる山崎、ワインダルを使ってるが若干まろやかさがある。フルーティー、フルーティー、あー奥の方でフルーティーやな、限定の方。あ、ほんまや、ちょっとこっちの限定バーの方がこっちを飲んだ後やとちょっとシャープに感じる、ちょっとシャープ。まあ微妙な話なんですけども、こちらの限定バージョンの方が少しシャープな味、まあ基本は山崎のお味なんですけど、まあどちらも美味しいです。まあただね、25年、これまあノンエイジなんで、この間25年飲んだんでね、その印象がもうすごく印象が高くてね、また飲みたいですね。はい、というわけでね、こちらの方はですね、先ほども言いましたように、ショップのオープン何時だったっけ、あれ10時オープン。そこに行かないと多分手に入りません。午後からとか行くとね、もういつも売り切れっていう風な表示が出てますので、これを手に入れたい方はまず予約をして、ショップの方もうその一番最初の部ですね、10時から11時というところで予約をされないと多分手に入らないという風に思います。もう一つ、これはまあちょっと確信は持てないんですけども、あのショップですね、基本的にはこの山崎にしても、まあ12年にしてもですね、白州にしても実は販売をですねされてるんですね、されてるんですけど、だいたい午後行ってもね、ほとんど売り切れってなってるんです。ただそのショップで張り込むってのはおかしいですけど、毎日時間は分かんないんですけど、毎日何本か、もうほんの数量ですね、もう 4、5本かな、おそらく 4、5本の割合でどっかのタイミングでこの山崎が販売されます。ただノンエイジは山崎だけだよ。ちなみに12年は分からん、ひょっとしたら12年もまあまあ2本3本っていう感じなんですけど、どっかのタイミングで販売、まあ蒸留所行かれてて、ショップをうろうろされてて、運が良ければ巡り合えます。巡り合ったら絶対に買いです。特に12年、25は出んやろ、18も出んやろな。いや無理だぞ、それは無理です。ただノンエイジは、まあノンエイジね、他の例えばアマゾンでも手に入るんですけど、要は定価で手に入ります。それが魅力だというふうに思います。というわけで番外編ということで、山崎蒸留所のショップのですね、私が買ったもの、それからショップの秘密、この販売のことですね、ということでお送りをさせていただきました。この動画が良かったと思ったらグッドボタン、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。というわけで本日の動画はこれで終わり、また次の動画でお会いしましょう。ではまた。